お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴレダクネエリババユーのデッキやっていきたいと思います。なんかめっちゃすげえ強そうじゃないですか。拾ってきました。なんかすごいデッキですね。まあゴーレムにエリババとかならわかるんですけど、ユーノまでも入ってるっていうデッキで、スペルがトルネードだけで1コスのエリスピも入ってて、謎に高回転目、ちょっとだけ高回転っていう、まあなんか最近いろんなこれデッキいますけど、ちょっとねこれもまた面白そうだなと思ったのでやっていきたいと思います。レッツゴー。さあやっていきます。でユーノエリババっていう結構陸で攻めるデッキなので、どうだな、まあ何も考えずゴレ、おーい仲間、親友だぜ。いやマジかゴレミラー、初手ゴレミラー来たよ。いやここまではトロ8000プレイヤーもトロ4000プレイヤーも一緒です。さあこっからですね、大事になってくるのはどうしようかな。エリババ出したいっすけどね。さあザッピーだ、これゴレクロですね。ザッピー型のゴレクローンが今ね流行ってます。ちょっと前に動画で紹介したんですけど、グラチャレ多すぎんっていうぐらい使われてるんですよね。さあでまあクローン来るまではトルネードとか使いたくないよね。でレシピもクローン系にね使えたらいいよなって思うんだけど、わすげえこれ、もうわかんねえもんな、どうなってんのかマジでどうなってんのかわかんねえよな。さあここでエリババ登場。相手もね、僕がレシピとかを使ったのでこのタイミングでクローンですが、いやこれはいいんじゃないか。あーボンバ強いな。でこれどうやって攻めようかな。ユーノエリババがやっぱキモになってくると思うんですよ。だからゴレダクネで攻めつつも逆サイドエリババも可能なんですよね。で別に同サイドのエリババも可能なんですよ。じゃあどっちが正解なのかっていうと、まあその時々みたいな感じですよね。さあちょっと逆サイに行こうかな。なんか同サイドだとなんか嫌でしたね。今ザッピーとかいろいろ残り物が来て、さあ逆サイにしたものの相手も僕と同じサイドにしてきましたね。でボンバーを穴埋めで知る、メガゴぐらい出してあげるか。メガゴでゴーレム溶かしてもらって、エレスピであのコウモリやって、うん、あのザッピーどうするマジであのザッピー知らねえよな。俺エリババ追加よくね、これ。え来たくね、これ天才もしかして。これエリババ追加で突破できるほど甘くねえかな。いやクラロワっていうかゴレデッキは考えたら負けなんだよな。感じろ、考えるな、感じろと教わった。うん、全然通んねえな、マジかマジか、もうちょっと考えろ俺。うん、まあまあまあ、でも流れは、流れはあんま悪くねえな。これ8枚ぐらいとか来たらリババで溶かす、オッケー。いやもうなんなら来ると分かってたよな今。一応コウモリ用のエレスピだけ、うんうんうん。でこれで俺が8枚ぐらい出せると最強なんだけど、いけちゃうんだなこれ。エリババ出してからのこれが間に合うわけ。いやこれいいよ、一旦今の耐えたのでかくて、まあこのダクネはね矢の飴と多分綺麗にやられちゃうんですけど、あそこのダクネが死んだ後はエレスピでカバーして、いやこのユーノよ、いやユーノよね、あユーノだ、来ました。このデッキはユーノですね。やっぱいや僕ユーノ大好きなんですよ。あの飛んでいく感じね、はいナイス。さあユーノゲーでなんとか突破できました。エリババで守れるのもねでかいですね、やった感じ。さあで、ちょっと思ったのが、ゴレ、ワンチャン出さなくても勝てますね。エリババユーノで攻めれるので、ゴレがどうしても取んねえ時とか、なんかゴレ出すタイミングねかったなって時は、ワンチャン出さなくていい気もするし、このトルネの枠も、ぶっちゃけ穴雨でもいいんじゃねえかな。どうだろう。まあ、それをとりあえず暇なのでユーノで回していきます。いや、初手これ引けなかったなぁな、マジで運が悪いっすよね。さあ、メガゴじゃねえ、マスケ。マスケって今、あんまいないことはないけど、やっぱマザネクとか多いから、さ、ジャイスケラの可能性がね、見えてきましたよ。これ、後ろのマスケにエリババ当てたいよなっていう、願望が、オッケー、当てる。で、スケルトン部隊か。いや、コウモリか。いや、これ、嫌な目やめて。いや、エリスピ飛んで、オッケー、エリスピ飛んでナイス。で、スケルトン部隊があると思うんですよ。使うかわかんないけど。これ俺のアサシンユーノダッシュちゃん。ピピ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 ー。いやーこのトレネいるかって話ですけど、まあまあまあダメージ稼いでね、雪玉使わしたので、いいでしょう。さあ、ジャイスケラですね。ジャイエリババで溶かして、
スケラはまあ LSP カバーかな。で、あとはもう祈る。そんな感じでやっていきましょうか。どうしようかな。これゴレ今出すと、逆サイぶっぱされて、一時交換していいのかな。どうだろう。ちょっとダクネから入ります。さあ、ダクネから入って、もし相手が逆サイ攻めてきたなら、ダクネ捨てて守ればいいわけで。さあ、で、矢があるからな。ボンバーいらない。で、後ろの、そう、ダクネにやっぱミニペッカー出てくるっすよね。いや、うまいっすよね。まあ、でも、これで、こんだけダメージ入るからな。しかも、スケラ打つコストもないと。いや、激アツじゃね？スケラ来たところでみたいな。で、U の出して、ちょっとちっこいので、カード回して、で、もう一回ダクネからいけるよね、俺。で、相手がサイド変えてきたので、じゃあ俺もサイド変えるよねって仲良く行こうかな。これさ、ゴレ合わせていいんじゃないのかな？さあ、ゴレ合わせて、スケラはね、メガゴエレスピかな。で、ヤナメのね、巻き込みだけ気をつけて、あと早めにコロンジャイを溶かしてあげたい。さあ、相手もまあ同じ考えですよね。早めに溶かしたい。で、これ LSP、ヤナメくんのかな？いやー、ちょっとずらしたんだけどな、1。いや、でもあんま関係ねえか。これ引っ張ってあげて、間のあの、マスケさよならしてほしいな。オッケーオッケー。いや、いいんじゃない？で、ダクネが死んでないのが、マジでぶっ壊れすぎて。いや、やば。やばくない？なんかゴレ、ダクネでいろいろ出しただけなんですけど、で、遠距離のね、マスケとかトレンで引っ張るっていう、ちょっと当たり前のことですね。ゴーレムとしての当たり前のことをすると勝てるぐらいデッキパワーがあります。皆さん、ぜひ。さあ、よろしく。ロイジェイバコーンって書いてんな。ロイジェイっすね。なので、ロイにはエリババ出ていきたいけど、ロイじゃなかったら、まあ、知らんよね。さあ、ゴレはね、ロイの型にもあるんですけど、いや、ヤナメ使ったサード。これはいきます。その、普通にゴレ出した瞬間逆サイロイされて、遅れてトリトンとマザネクをゴレに対応されて負けるっていうのがよくあるので、ここは一回ね、相手がコスト使うのを待ってヤナメ使った。メガナイトヤナメだと、最近メガナイト5ヤナメのインドラ型っていうのがあるんですけど、いや、檻だな。いや、檻だからぶっちゃけわかんなくて、ここ釣られないっすね。いや、勝ったんじゃね？しかも相手ヤナメ使ってる？いや、勝ったんじゃないのか、これはもしかして。さあ、GG だ。いや、ゴレのやっぱプレッシャーですよね、こんな。ゴレ出しただけなのにっていう。いや、マジで。いや、ゴレ、出したら勝ったっす。やりばば帰ってくんな、こっち。で、一応ボンバーぐらい添えてあげて、右サイドももうこれ、GG じゃない？多分諦めたっすよね。いや、そうですよね。いやー、わかる。いやー、諦めてない。素晴らしい。さあ、ですが、もう、ユーノもボンバーも全てが入ってる、ほら。ダクネからの端前これですね。ゴボリあったところで、みたいな。さあ、このエレキも4アドでゴズス。いや、これ強くなったな。昔はこんないなかったっすからね。さあ、メガナイトを受けていくよ。ボール出して、エリババかな。ジジ。さあ、で、このデッキさ、やっぱ遠距離系がきついわけじゃないですか。マザーネクロ、ウィザード、あとはプリンセスとか。LSP プラスのこのトルネとかでフキアとかってやれるのかな。プリンセスとかフキアとかもし遠距離来たら LSP トルネできると熱いかもしれないですね。よろしく。いや、めっちゃ日本の方と当たんな、多分。さあ、来たー、神大吉です。いきます。いや、待ってよ、来るぞ。これは今なんか来る香りがしたっすよね。一旦来る香りがしたので、ここだけちょっと守ってゴレですね。さあ、高回転ドリルですね。環境超流行ってます。で、まあ、形にもよるんですけど、まあ、ファイボがあるか、プリンセスがあるか、ファイボヤナメがあるパターンとかもあるんですよ。基本的にスペルが1枚なんですけど、スペルかプリンセスかみたいな。そのまま、それがね、あ、マジやっちゃったか。いや、これ結構めんどくさくて、マジアチャ、トルネ、ウッドだった気がするんですよね。まあでも逆にそれだけなら、相手のマジックアーチャー引っこ抜いてしまえばみたいなところはある。相手のマジアチャーさえやればだけど、いやマジ、このマジアチャーがね、強え。いや、そう。いや、でも、いや、ダクネ残ったのは熱いよ。で、なんなら、スケ使ったから陸受けなくてみたいな。どう？
いや、正解。いや、いいね。さあ、だいぶ刺さったね。いや、あのダクプリー、受けるのキッズ。ダクネ使うの嫌だから、これ、綺麗に横からサンドウィッチ。オッケー、一体だけね。左側だけ行かれるパターン。いいですね。マジックアーチャー今回すげえ厄介なんですよ。もうマジアーチャー遠距離系どうにもできないから。なので、マジアーチャー今みたいに攻め取れないで引っこ抜くか、引っこ抜けなかった場合、もうガン無視でぶっ発すね。マジアーチャーいるからっていうので、なんか微妙な攻めになるのがやっぱ一番良くないので、マジアーチャーいるんかって感じで、って感じで。まあ、同サイ、あとは逆サイドにプレッシャーかけるのもいいかもですね。逆サイにプレッシャー与えることによって、逆にマジアチャ側、こっちのゴレの、方の視線がちょっと緩くなるので、その間に、このマジックアーチャーも処理できるみたいなね、こともある。さあ、相手めっちゃね、コスト使ってるよ、これ。皆さん。さあ、ここで一旦逆サイリバーを行くことによって、こっちのね、攻めが意外と輝いたりします。さあ、いや、マジアチャーがマジで強い。まあ、でも、そんなん知らんよね。おマジアチャーいるとか、ほら、気にしないことが大事だよね。気にしなければみんな頑張ってくれる。オッケーオッケーオッケー。で、あえてこれ、2周目マジアチャー使ってるんですよ。だから、次のこのゴレダクネに対しては、マジックアーチャーが、まあ、もう一回来るけど、みたいなね。さあ、きつい。絶対きつい。マジできつい。で、あれ引っこ抜いてあげて、早めにね。早めに引っこ抜いてあげて、トルネ来んのか？ウッドがやべえな、このウッドが。さあ。まあまあまあ、ダメージ、受けてるわけではないので、僕がね。そうそうそう。ダメージ与えれてるかってなると、そうではないんですけど、僕がダメージ受けてる側ではないので、相手もいつかね、こう、ぶっぱしなきゃいけない時が来るんですけど、そのぶっぱを僕が耐えきれればって感じだよね。さあ、メガゴ追加。一旦ユニットですね。一旦ユニットで、さあ、まあ、いい、ここは我慢しようかな。で、ボンバーいれば、相手もスペルがないので、トルネウッドしかないんですよ。だから、ダメージ与えれないんですよね、僕に。っていうやつっすね。さあ、ここの早めの段階で来んのかな、トルネとか。あれ、引っこ抜いていいな。ちょっとめんどくさいっすよね、やっぱ。ずっといられると。で、うちのダクネ行かれちゃったんすけど、まあまあまあ、ダクネさよなら事件。マジうち優秀じゃ？優秀じゃん？あの子。まあ、もう一回後ろからですよね。いや、ボンバー？いやー、ナイス。あれ、LSP 圏ないですね。これ LSP 多分さよならできるな。さあ、後ろ。いや、後ろやりたかったなー、今の。いや、このマジアチャが壊れてる。さあ、ゴレ。いや、これ、勝てっかなー。いや、ワンチャン。もうぶっ発すよね。やっぱ考えることがね、よくね。考えるからさっきから負けそうになってんだな。もういけ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 、行ってこい、行ってこいや。おお、お前たちの見せてこい、勇姿をな。ほら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 、いけるぞ、やっぱ。考えるな。飛べ、殴れ、いけ。ナイス。うん、もう一回。飛べー、オッケー。よし。はい、危ね。いや、負けそうでしたね。相手、防衛めっちゃうまかったっすよね。まあ、ですけど、やっぱこう、ぶっ発がね。それです、結論。よろしく。はい、ゴレコナイ。街から行くか。LSPU ので回します。ヒゲオヤジスタンプ。いやいや、ホグ来た。これでかいね。待って、やべ。トルネがさ、やべ。定まらんかったけど、危ね。ギリギリ。ホグですね。食い込むかな？何ホグだろう。ロケホー型だったら、やだな。ロケホー僕処理できないから、一生生きちゃうんですよね。でも、アイゴレだったら 2.6 ホグっぽいよな。で、ホグはね、ぶっちゃけエリババで完封できるんですよね。そう、それが強いんだよな。ウッドとかされなければね。さあ、これですね。トルネ回ってないターンでも、エリババで完封できるから、よいしょー。いいね。で、まあ、真ん中スケとかで、ね、そう、いろいろやられちゃうんだけど、マスケに殴られないのはいい子だ。このマスケ、ちょっと待って、痛いよな。いや、ワンチャン無視にしようか思ったんですけど、いや、流れはいいぞ。これめっちゃいいぞ、流れは。さあ、ダクネからホグ来たらガン無視だな。ホグ来てほしいね、これ。ホグ来い、ホグ来い。4ワードにする。ファイボで来たら正解。
これ5ウッドで溶かされてアイゴレでコウモリ回収されるんですよね。で今メガが出すと結局5ウッドで美味しくいかれるので出さないです。ユーナとかだと逆にこう一生飛んでて対応むずそうなので、いや綺麗か、いやいいよ、いやユーナ強いんだよな。さあコウモリも暴れてる、今ホグ単品なら取れねえと、セットできたらエリババ、そんな感じか。うん、地味にエリアードを取ってる。エリアード取ると困るね。相手もこれはなかなか防衛がむずいぞと。あー、キング起動いいね。いいキング起動だ。さあ、端前これ行きたいね。2倍タイムだ。これボンバー生かしたかったけどどうでしょうか皆さん。行きません。あれ、多分ユーナ飛びます。うちの。まあ、うちの飛ぶんですけど、一旦これやっぱ逆サイドに行くのが大事。で、相手のこの遠距離度もまとめて全て処理できると理想だけど、まあそんなうまくはいかねえやなっていう。やべえ、これ5来たら神。うっ、いてえ。いや、これ待てよ。焦るな。エリババが思ったより使えんぞ、攻めで。いや、防衛はすごいんだけどな。さあ、アイゴレホグが来るかな。アイゴレホグ来そうだな。いや、来ない。いや、来る。やっぱ来るよね。さあ、まあ、ここは、守る。エリババに5。いや、ナイスフィジカル、フィジカル、フィジカル。で、さあ、ゴレ出す。相手ならマスケな。引っこ抜きてやな。引っこ抜いて。いや、ボンバーが OP。いや、ボンバー OP。これ来たな。来たな。いや、これ来たぞ。いや、マジで来たな。で、ボンバー追加。いや、待って、言うのがさ、大砲に殴られてんの許せない。いや、メガゴ。いや、来た。メガゴ事故。メガゴの事故が強すぎる。オッケー。さあ、エリババ一応構えて、俺のゴレと合わせてホグが。いや、こうなっちまえばみたいなね。でも、エリババ追加ね、思ったよりしょぼいと思うんですよね、僕。で、ユニットで、ボンバー欲しい。ボンバーがマジこの攻め取るねと相性が良すぎる。いや、待って、言うの？なんか勝手にしないで。いやー、いいよ。いや、いい、ドレネだ。このなんかめっちゃ後ろにいるね。なんか歩くの遅いボンバーがいい味を出すのよ。そこ絶対ホグ来るからね、こんな。ホグ来ないわけがない。いや、来んのかよ。マジで来いや。やばいやばい、待って。ホグ来なかったことによって、これ、追いつかれます。マジで、追いつかれます。いや、追いつかれる気はするが、耐えてくれ。言うので、大砲壊してえな。来るぞ、ホグが。ホグが来るぞ。いやー、このトルネは一旦我慢だな。さあ、ハエボー。いや、来ないなら、完封できる。いや、俺これ気づいた。多分トルネで削んなきゃいけねえんだけど。さあ、このトルネで削る。よしよしよし、トルネで削る。トルネで削って。トルネで削んなきゃ負ける。トルネで削っては負ける。いや、トルネで削って、俺。トルネで削る。いやー、待って、これは。いや、一旦防衛か。いやー、言うの入ってる。あぶねえ。最後、ゴレ出しても絶対取んないくて、みたいなね。スペルねえみたいな。トルネ削りになっちゃったんですけど。いや、いい判断だったかもしれないですね。はい、というわけで、こちらのね、まあ、言うのが僕大好きなので、このゴレ紹介したんですけど、ちょっとね、面白いゴレデッキがありましたので、皆さんもね、よければ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。